リッチスクエアはアメリカ合衆国ノースカロライナ州ノーサンプトン郡の町である。人口は2010年国勢調査時点で958人。ノースカロライナ州ロアノークラピッツ小都市統計地域に属する。リッチスクエアは1869年に自治体となったノースサンプトン郡で最も古い町である。リッチスクエアという町名は 記録に残る範囲で最初に行われた土地購入が由来で1717 17年3月9日に肥沃な農地1スクエアマイルが現在の町の境界内で購入されたことによる町内近郊のデューク・ローレンス・ハウスとエッジウッドはアメリカ合衆国国家歴史登録剤に登録されているリッチスクエアは北緯36度16分24秒整形77度17分3秒 北緯36.27333度整形77.28417度36.27333-77.28417に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によると町の総面積は2.8ミリで全域が陸地である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2019US ガッツアティールファイルズ United States Census Bureau 2020年7月27日閲覧 AB Population and Housing Unit Estimates United States Census Bureau 2020年5月27日閲覧 ABUS Census Web Site United States Census Bureau 2008年1月31日閲覧 US Board on Geographic Names ユナイテッド・ステーツ・ジオロジカル・サーベイ、二千八年一月三十一日。閲覧。AB サミュエル・グレンボン、ザ・タウン・オブ、リッチ・スクエア、A ・ヒストリー。千七百十七から千九百八十三。アンパブリッシュとマニュスクリップと。千九百八十三。ナショナル・パーク・サービス。ナショナル・レジスター・インフォメーション・システム。ナショナル・レジスター・オブ・ヒストリック・プレイせず。ナショナル・パーク・サービス。 2020年10月12日、閲覧。U.S.GATZATILE FILES 2010, 2000&1990。United States Census Bureau 2011年4月23日、閲覧。Census of Population and Housing.Census.gov 2015年6月4日、閲覧。ありがとうございます。